前は西川智弘です。台東の職歴はですね、役職は、開発部長をやっておりました。手掛けた作品は、テレビゲーム初期の頃なんですけども、サッカーとか、インターセプター、あるいはもっとその前に戻ってですね、メカニカルなゲームをいろいろ手掛けてました。テレビゲームはもう10機種ぐらい、インベーダーの前なんですが、10機種ぐらい作りました。当時スターウォーズがですね、アメリカで公開されるという情報があってですね、まだ日本ではその翌年だったんですけども、宇宙ブームというか、宇宙ものがいいんじゃないかなとその時思いつきましてですね、それでじゃあターゲットを宇宙にしようと、宇宙ものにしようということ で宇宙人に決めたんです。でその宇宙人のイメージはイギリスの作家のですね、ウェルズという作家が宇宙人を、箱みたいな形のですね、宇宙戦争のですね、形になってるんですよ。あのイメージをちょっといただいて、で、アンピットでイメージを出したということですね。で、シリーズとして、タコだからですね、イカだとかカニとかその辺にちょっともじって、何種類か作ってました。これは大変だったですね。一番大変だったのは、まずマイクロコンピューターを使ったということが一番大変で、マイクロコンピューターっていうのは実は日本ではまだ馴染みがなくてほとんど使われてなくてですね、一番問題だったのはどうやって開発するかという、マイクロコンピューターの開発するということから一番大変だったので、ゲームを作るというよりもそちらが大変でですね、今ではパソコンとかですね、そういうのは非常に環境は揃ってるんですけども、当時は環境はありませんから、全部実は手作り で開発装置を作って、ゲームをちょっと作ってみて、またこういう開発装置が必要だということで、開発装置を作りながらゲームを作っていたというのが一番苦労しましたね。